どうもこんにちは、たかひろです。今回はとある日の東京ディズニーランドでの動画になります。以前ランドに行った際に予約が取れず食べられなかったメニューがあったのですが、今回はなんとか予約が取れたので行ってきました。その他再開したパークフードも食べたり、キャラクターに会ったり、いろいろと楽しんできたので、今回もぜひ最後まで見ていってください。今日もまず最初にエントリー受付をやったんですけど、この日はジャンボリミッキーだけ当選しました。でただこの後雨が降る可能性が非常に高いので、まあ中止になるだろうなと思いながら時間まで過ごしてました。ちなみにこの日は日曜日だったので、パーク内が若干混雑していました。ひとまず朝食を食べに、何か軽く食べられるものを買いに行こうと思います。今回やってきたのはこちらのペコスビルカフェです。ひとまずこちらで購入したのですが、ペコスビルカフェ近辺は結構人が多くて、席が空いていたとしても狭かったりするので、毎回ここで購入した際は少し移動をします。こちらのマークトウェイン号とウッドチャックの間のアメリカ側に沿った通路にあるベンチが、人が少なくて人通りも気にしなくていいので、すごく落ち着いておすすめの場所です。今回こちらでいただくのはポークライスロール600円です。もうディズニーの定番メニューの一つではありますが、しばらくの間販売をしていませんでした。しかしようやく3月26日から販売再開したので、今回絶対食べようと思って楽しみにしてました。もう食べたことがある方も多いとは思いますが、どういったフードかというと、もち米を豚肉で巻いたやつです。スティック状になっているので持ち歩きフードとしてもおすすめです。正直味はかなり濃いです。パークのフードの中でもトップレベルで濃いので、くどめのフードが苦手な方はご注意ください。とにかく醤油の甘辛い味付けがかなり強いのと、豚肉の脂がギットギトです。それをもち米に巻くわけなので、量こそ少ないですが結構重めのフードになります。でもこれが本当に美味しくて食べやすくて、もち米も程よいもちっと加減なので、詰まるようなもちもち感はなく、かじるとスルッと噛み切ることができます。豚肉も柔らかくて香ばしく、もう空腹の時にはたまらないジャンキーなフードです。とてもおすすめなので、まだ食べたことがない方はぜひ食べてみてください。それでは今日はホーンテッドマンションに乗っていきたいと思います。微妙に珍しく10分待ちになってました。ホーンテッドマンション乗ってきました。それではここから大きく移動してワールドバザールの方まで行って、キャラクターがいないか見てこようかなと思います。それでは今日はもう一つアトラクションに乗りたかったので、何か乗りに行こうかなと思います。ちょうどモンスターズインクが結構空いていたので、モンスターズインクに乗ってこようと思います。モンスターズインク乗ってきました。
この後はジャンボリミッキーがあるのですが、まだもう少し時間があるので、また入り口の方を散歩してみようかなと思います。ちなみに今のところまだ雨は降っていません。そしてジャンボリミッキーを見に行くのですが、今現時点でもうこの時点でジャンボリミッキーは中止が決定していて、ミッキーたちは一応挨拶をしに出てきてはくれるらしいです。現時点で雨はもう本当に少しだけしか降ってなくって、傘も差す必要がないぐらいの程度だったんですけど、やっぱりシアターオーリンズだとこれぐらいの雨でも中止になってしまうみたいです。ちょっと前回も雨で見ることができなかったので、次こそは見に行きたいなと思います。くれたみんな、こんにちは。ジャンボリミッキーでダンスを楽しみに待ってくれていて、どうもありがとう。お兄さんたちもとっても残念だけど、今日お届けすることができなくなってしまいます。ミッキーたちがどうしてもみんなに会いたいと集まってくれています。みんながジャンボリミッキー見てきました。この後はまた少しだけ散歩をして、時間になったら予約していたレストランに向かいたいと思います。それではオープニングで話していた、前回行った時に予約が取れなかったレストラン、センターストリートコーヒーハウスに行きたいと思います。そもそも予約が取れなかった理由の一つとして、その食べたいメニューが14時から17時の時間限定での販売だったので、それもあって少し難易度が高かったのかなと思います。今回は油断せず、当日9時に待ち構えてオンラインで予約をすることができました。今回こちらでいただくのはスペシャルデザートセット1980円です。プレートとドリンクのセットになっています。見ての通りマリーちゃんがモチーフになっていて、すごく可愛らしい見た目のデザートになります。まずこちらはチーズクリームのモンブランです。このモンブランはもうすごく美味しかったです。ふわふわの軽いチーズクリームの中には甘めのクランベリーソースが少しだけ入ってます。この少量のソースがすごくちょうどよくて、甘さ控えめのチーズクリームによく合います。土台になっているスポンジもしっとり系ではなく、ふわふわの軽いタイプで、このケーキが全体的にもう一瞬で溶けます。そしてこちらはクランベリーケーキになります。スポンジの中にクランベリーが練り込まれており、上にはいちごやホイップクリーム、バタークリームが乗ってます。なんとなく昔ながらの喫茶店で出てきそうな趣のあるケーキだなと思いました。クランベリーとイチゴの酸味が先ほどのモンブランよりも感じられて、甘さは結構控えめです。すごく食べやすくて美味しかったです。そしてこちらはラズベリーゼリーになります。上に乗っているのはマカロンの片割れかなと思ったのですが、マカロンよりも食感がだいぶザクッとしていて、ビスケットまではいかないですが、あんまりマカロンっぽくはなかったです。
そしてホイップクリームとラズベリーのゼリーと果肉、そして底の方にはおそらくレアチーズケーキが入ってたのかなと思います。すごくさっぱりしていて、このプレート上の3つの中だと甘さは一番控えめかなと思います。ゼリーだけで食べるとかなりシンプルで、正直ちょっと味気ないかなと思うのですが、そこのレアチーズケーキも一緒にすくい上げて食べるとまた違った味わいになってすごく美味しいです。そしてこちらのドリンクはレモンソーダフロートになります。上にはマリーさんの頭の形をしたレモンシャーベットが乗っていて、耳やリボンのチョコ、ホイップクリームが乗ってます。レモンソーダの中にはゼリーが入っていて、こちらのドリンクもかなりすっきりとした爽やかな味わいになってます。ケーキやモンブランなど甘さ控えめとはいえ、クリーム系のスイーツを食べ続けているとこういったさっぱり系のレモンシャーベットはすごくありがたいです。これからの季節にもすごくいいなと思いました。レモンソーダも美味しかったのですが、氷がかなりたくさん入っていてゼリーが吸いづらいなと思いました。混ぜようと思っても氷が邪魔して混ぜづらかったりと、シャーベットも入ってるので、氷はこんなに入れなくてもいいんじゃないかなと思っちゃいました。このデザートセット一つでそこそこ量はあるのですが、全体的にクランベリーやイチゴ、チーズケーキなどさっぱりした味わいのデザートばかりだったので、重たくなくスルッと食べられました。一つ前のシーズンで販売されていたトータリーミニーマウスのデザートセットもすごく美味しかったのですが、今回もとても美味しかったです。とてもおすすめなので、気になった方はぜひ食べてみてください。ということで、今回も東京ディズニーランドでダラダラと遊んできました。今回の一番の目的はセンターストリートのデザートだったのですが、ジャンボリミッキーがご挨拶は見れたとはいえ、また雨の影響で当たったけど本編は見れませんでした。次こそは3度目の正直で見れたらいいなと思います。ディズニーランドは今日食べたもの以外にもベイマックスの新しいハンバーガーやプラザパビリオンのスイーツセットなど気になる新メニューがまだまだたくさんあるので、今後もとりあえずは新メニューをいろいろと食べたいなと思ってます。ぜひ皆さんの気になっているフードや動画内で食べてみてほしいフードなどありましたら、新メニューでもレギュラーメニューでもどんどんコメントで書いていってください。ということで、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram もやってますので、ぜひ概要欄からフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。